はいみなさんこんにちはヨガジェネレーション代表のミキゾーでございます。いつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今日はもしかするとこれはたくさんの人が興味あるんじゃないかなと特にヨギーはということでね。まずはゲストの方をお呼びしたいと思います。インドからヨガ哲学講師の永井香先生です。はーい、ナマステテいや、今日はね、また動画撮らせていただくんですが。うーん まあね、長井先生ともヨガ哲学講座いろんなシリーズ取り組んでるじゃないですか。はい、ちょうど7月ね来月「はたヨガプラディピカ」のまた4時間の講座があったり8月は何があるんだバカバッドギータかで9月はまたヨガ数、うん、違うなヨガ9月はヨガスータとバカバッドギータの全8回ねが、はい、まあここに載ってますから皆さんチェックしておいていただければと思うんですけれども。 まあ延べもうね何百人もいろんな方が参加される中でやっぱり生徒さんから、まあ、感想だとか、まあ、この動画見て頂い,いてる方が多いのでこんなことも話してほしいとかねあのリクエストをいただくんですけれどもいよいよねこのテーマがやってきましたよ。はいサマリー <laughs> キラ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 。<laughs> いやまさにあの八子速八段の階段を上った一番先にあるね、俗に三山と言われるダーラナ・ディアーナ・アサマディ、はいで。サマディの意味っていうのはね、なんか俗に日本でね、なんか悟りとか三昧の状態とかっていうふうに言われるのは、まあこれぐらいはね、ヨガを実践されてる方とかね、ことヨガの先生に関してはもうご存知だと思うんですけれども、あの質問はね、サマディにこう至った時の 状態感感覚、うん、どんな感じなじのみたいな。そうですね。あのうん、やっぱりいろんな経典にサマディについて書かれてるので、うんうん、いいなと思うんですけれども、はい、ちょっと先にあの前提としてあの私の考え方なんですけれども、はい、サマディを定義するって非常に危ないことなんですね。というのも。 いろんなこうアプローチの仕方ヨガであってもあるんですけれども私の、まあ、やっぱヨガインドでやってるとフルタイムのヨギーの人だと普通にサマディの経験だとかお話しすることあるんですけれども人によって感覚って全然違っていて例えばなんかすごい光が見えましたって方がいればすごい静かな状態になりましたって方がいたり、うん、もちろん何かくんだり人が覚醒したのを感じましただとか。 いろんな言い方があるんですけれども、うん、ただびっくりするのが、まあ、多分ちゃんと経験してるよねって方のお話を聞いてるとみんな違うんですね感覚が。<laughs> えーはあ、面白いんで,すよ、はい、であのー、まあ注意そこでしたいのがサマディの感覚はこれだっていうのをあまり定義しすぎてしまうと。 これを目指した結果これ以外間違ってるっていうようなとらわれになってしまうのでなのであの割とこうヨガスートラだとかは一つしか書いてないんですけれども実は「ハタヨガプラディーピカ」ってこうハタヨガの経典だったりするとうん、うん、いろんな種類のサマーディーの,の体験を書いてくれてるんですね。でなんかそういった話をこの間も講座でしてたら。はい 生徒さんが「あれ私実はサマディ経験したかもしれない」って方がいらっしゃったりして、うんでまあ、それを感じる人と感じない人とたくさんいてもうそんなの経験したことないですっていう方もた半分以上かないらっしゃるしもしかしたらこれがそうだったかもみたいな方も結構半分ぐらいいらっしゃったりするのでちょっと紹介させていただきたいなと思います。うんはい、で非常に感覚的ななものなので ちょっとあのー、どれが人によって当てはまるのかって難しいんですけれども「うん、ハタヨガ・プラディーピカ」の4章に「サマディーの」の、まあ、呼び方がいろいろありますよだとか「こういう感覚がいろいろありますよ」ってこうたくさん紹介してあって、うん、でちょっと好きなところを抜粋させていただくと、うん、まあ例えば「塩が水に溶け込んで一体となる」っていう言い方をしてるんですけれども。うん これ実はウパニシャットの有名な言葉を引用してきててこう塩水をこう持ってくる場面がウパニシャットに出てくるんですけれどもこうお父さんがあのこの溶かした塩を水の中から探してみろって息子に聞いた時に「見つかりません」って言うんですけれどもでも息子に「じゃあお前この右端から水飲んでみろ」って言われて飲んだら「しょっぱいです」 次こう奥から飲んでみろしょっぱいです、うん、上澄みから飲んでみろ全部しょっぱいんですね。うんうん、っていう形で実はこの、あのー、真実っていうのも、うん、もうすでにこんなに全体にあるのに君がが今気けけけてないだけだよ見えてなないいだだだだよよ見えでもこうやって味を感じるみたいな形でちょっと、あのー、意識を研ぎ澄ましてみるとそれはちゃんと存在してるんだよ。うん っていうような言い方をしているので、うん、まあそういった形でこう何だろう全体に溶け込んでいく自分自身が溶け込んでいくって感じがまず1つ目のサマーディの状態ですね結構この感覚話すといっぱいいらっしゃるんですねこう自然の中で自然そのものに溶け込んでしまった気がしますって方たくさんいらっしゃるので、うんうん、なるほどあとですねいろんな言い方があるんですけれども、うん まあ、例えばこう、プラーナってこうエネルギーが弱まって意識の働きが消え,そ、うん、消え去った状態ですよ、うん、みたいな形で、うん、必ずこの2つって一緒に止まるんですけれども、うん、あの体の流れてるエネルギーを、まあ、プラーナ山でくんばかしました呼吸を止めました止,めまし止まった結果自分の心も止まりました。 でその時にすごくこう全てが平等でこう、うん、穏やかな状態を感じるんですね。うん、その穏やかさっていうのがサマーディの状態ですよ。もう何か特別なものを感じるわけじゃなくてただ単純に静かになったってその感覚も OK ですよ。うんうん、もしくはこれちょっと難しい言葉だなジーバ・アートマンっていう,こう個人としての,、うん、あの本質の部分とパラマ・アートマンっていう,こう まあ、いわゆるブラフマンですね宇宙全体とっていうのが均一となって一緒になった状態っていうのもサマーディーですよっていうことで実は私自身が宇宙そのものだったっていうすごくこう、まあ、よく米団体でお話しするんですけれども自分は宇宙そのものであって宇宙全体と離れてないこう独立してない一体となってるものですよっていう感覚も でですよ、うん、みたいな感じで実はサマーディの状態って様々なんですね。なのでそれを自分でこれがサマーディを経験したか経験しないかって言い方をしてしまうとすごく、うん、あのとらわれてしまうというかそれ以外ダメってなってしまうんですけれども瞑想していたり普通にアーサナの練習していて意識を研ぎ澄ましていけば 誰でも、うん、実はサマーディー入り口って建てるんだよっていうのが「はたよが経典」教えてくれてるのかなと思いますなるほどいやあのゆか先生もおっしゃったようになんか日本人って真面目だからあの <laughs>、まあ、目的意識というかねその、うんえー、まあゴール設定だったりまあ恩恵だったりっていうものを、うん、まあ欲しがる、まあ、人間ですからね。 あの人が多いなぁと見てて思うんですよねだからサマディに至るためにヨガをやるとかってそういう目的意識になると結構まあ盲目になる人も多く出ちゃうのうん、うん、だけどなんかそのね最後の三段のねダラナディアナ、あのー、サマディとかっていう三山と言われる部分っていうのはねなんかこう瞑想したりして意識を研ぎ澄まして集中状態を保つみたいなところって、うん、なんか あのー、瞑想して集中状態を保って心穏やかにいきましょうねの方がなんか現代人にとってはすごく受け入れやすいのかなと、うん、それをねなんかその先にサマディがあるから一生懸命サマディに行きましょうってなると <laughs> なんかちょっと違った目的意識になるのかなっていうのも僕はちょっと常々感じていたのでまあ今日ねなんか答えは一つじゃないっていう話を聞けてあのあなるほどなと思ったしあのー、まあ その山山の段階になんか居立ってる人に関してはもしかしたらその中にはもうすでにサマディを経験した人もいるかもしれないし、うん、あ面白いの思い出したんですけれども、うん、その方がおっしゃってたのが山、はい、山のこうヨガスーラの山山の一つで刹那、うん、っていう,こう時間の一瞬一瞬がすごくクリアに見,れ、うん、見えるって話をしたんですけれども、うんうん、その話をした時に。 ピアノされてる方なんですけれどもピアノで速い曲を弾いてるのでに音がすごくスローになってすごくクリアになるっていう話をしたんですね実はそういったヨガ以外でもサマーディあのヨガスートラに書いてあるような経験って実はたくさんあったりしますなるほどまさにあの <laughs> スポーツ選手でいったらゾーンに入る球が止まって見えるみたいなそう野、ね、球選手の一緒だと思いますわあ面白い いかがでしょうか皆様今日はねサマディの体験ってどんな感じなのっていうところねとても興味がある人もいらっしゃるかもしれないまあマニアックな話っちゃマニアックな話ですけれどもヨガ哲学というものに触れていくな過程ではねこの言葉に出会う人も多いんじゃなかろうかと思いますので今日はねそんな話をグググイッと一歩踏み込んで聞きましたとまああのー、肩肘張らずに鼻息荒くなく肩の力を抜いて <laughs> まあ、あのヨガに取り組んでいただければ、その先にね、もしかするとそういうところにね、あの実感として至る人もいるかもしれないし、別に至らなくてもいいんですよというところをね、うん、最後にあのお伝えしたいと思いますけれども、湯川先生のヨガ哲学シリーズ、非常に面白いシリーズですのでね、概要欄にすべて書いておきますので、よかったらチェックしてみてください。ゆか先生今日もあありりががととうううごござざいいいいままままししししたたたははははそれででで皆さんまたお会いしましょうではでは